竹花駅は岐阜県橋間市竹花町狐穴栄町にある名古屋鉄道竹花線の駅である。駅番号は TH06。第2回中部の駅百選線選定駅。駅舎に向かって左側には隣接して竹花鉄道の本社があった。名古屋鉄道への合併後も倉庫などとして建物を利用していたが、1980年頃に老朽化のため取り壊し、 跡地を月決め駐車場に転用している。また、竹花旋回通当初からホームと反対側に、検車庫も併設されていた。検車設備は1962年の昭圧後に撤去されたが、その後もしばらく即戦として、車両の一時留置や軌道改良の資材置き場などに使用していた。短式一面一線ホームを持つ地上駅。 駅集中管理システム導入済みの無人駅である。ホームに隣接してあった、旧荷物取扱所を改造し、自転車駐輪場を併設している。以前は、この駐輪場の入り口が改札口となっていたため、ホームの中へ自転車を持って入る珍しい光景が見られたが、無人駅化による工事に伴い、駐輪場の場所はそのままで改札内から切り離し、道路側から駐輪場へ、 直接入るように変更された。また、同じく無人駅化の工事に伴い駅舎の窓が塞がれ、車椅子対応のスロープが設置されるなど、外観が変化した。1992年度時点では、竹原線内では、笠松駅に次いで利用者が多かったが2000年頃から分散しており、他の駅に抜かれている。 橋し市役所へは次の橋し市役所前駅が最寄りとなるが、橋し市の中心街へは最も近く、駅の所在地は昔ながらの街並みの外れとなっている。清水武氏、田中義人、名古屋鉄道車両史上館、アルファベータブックス、2019年、59ページ、ISBN 978から48億6598万8475。6, 名古屋鉄道社市名古屋鉄道、1961年、546から547ページ。A 信 B00A ジャンク4。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、340ページ。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、257ページ。 ISBN 978から47億7701万3364トランパス15駅に導入名鉄14日から交通新聞 P1AB 駅時刻表名古屋鉄道名鉄バス2019年3月24日閲覧電気車研究会鉄道ピクトリアル通貫台816号2009年3月臨時増刊号 特集名古屋鉄道、間末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。 データファイル統計情報はしま栄町駅に関するカテゴリーありがとうございます。